1. 成長しない人は新しいことに挑戦しない。挑戦することは、私たちが自己成長や学びを得るための重要な要素です。新しいことに挑戦することで、新しい経験や知識を得ることができます。それによって、自己成長が促進され、新しい見解やアイデアを身につけることができるのです。一方、何も新しいことに挑戦せず、同じことの繰り返しを選択する人は、成長することができません。常に新たな挑戦を受け入れ、自己成長を促進することが重要です。2. 成長しない人はフィードバックを受け入れない。フィードバックは成長するための貴重なツールです。しかし、成長しない人にとっては、フィードバックを受け入れることができません。成長しない人はプライドが高いため、批判や意見を受け入れることが苦手であり、自分の意見ややり方を貫き通そうとします。これでは自己成長や他者との関係を深めることが難しくなります。成長を遂げるためにはフィードバックを受け入れることが必要不可欠です。他者からの意見や批判をしっかり聞くことは、自分の弱点や改善点を見つけるためのヒントとなります。そのため、フィードバックを受け入れることで、自己成長の機会を逃さずに成長を遂げることができるのです。フィードバックを受け入れないことは、自己成長の機会を逃し、周囲との関係を損なう可能性が高くなります。自己成長を望むなら、他者の意見や批判を受け入れる姿勢を持つことが重要です。フィードバックを受け入れることで、自己成長を促進し、より良い人間関係を築くことができるので、積極的に取り入れるようにしましょう。3. 成長しない人は、自己改善を怠る。自己改善は人生において重要な要素であり、自身の可能性を最大限に引き出すために必要不可欠である。しかし、多くの人たちは自己改善を怠り、同じことを繰り返す日々を過ごしています。その結果、変化や成長を遂げることができず、同じ状況にとらわれたままになってしまう。自己改善を怠ることは、自らの可能性を制限し、人生における成功や幸福を妨げる要因となる。だからこそ、自己改善に取り組むことは、自らの未来を切り開くために欠かせない活動である。自己改善を怠らず、日々精進を積み重ねることで、成長し続ける人生を歩むことができるのだ。4. 成長しない人は、失敗から学ばない。彼らは何度も同じ過ちを繰り返し、進歩することができない。成功するためには、失敗から学び、成長することが重要です。失敗は人生の一部であり、それを避けようとすることは不可能です。重要なのは、失敗から何を学び、どのように改善するかです。成功した人々は、失敗を恐れずに挑戦し、失敗からの学びを大切にします。成長しない人は、失敗を否定し、責任を他人に転嫁する傾向があります。しかし、失敗は自己成長の機会であり、それを受け入れることが必要です。成功する人は、過ちを認め、改善するための行動を起こします。失敗から学ぶことで、自己成長し、進化することができます。そして、それが成功への道を開くのです。成長するためには、失敗を恐れずに受け入れ、学び、変化することが欠かせません。5. 成長しない人は、目標を持たない。目標を持つことは、自己成長や進歩の原動力となります。目標を持つことで、自分の力量や能力を最大限に発揮し、新しいスキルを身につけることができます。また、目標を達成するためには、努力や犠牲が必要となりますが、その過程で自己克服や成長を経験することができます。目標を持つことで自己満足感や達成感を得ることができ、自信を持つことができます。そのため、成長を望むのであれば、常に明確な目標を持つことが重要です。
目標を持たないことは自分を停滞させることだけでなく、やる気やモチベーションを失わせる原因となります。自分の成長や進歩を望むのであれば、まずは目標を設定し、それに向かって努力することが必要です。どんな小さな目標でも構いません。一歩一歩前進し、少しずつ成長していくことが重要です。目標を持って日々努力し続けることで、確実に成長していくことができるでしょう。まだまだありますが、主にこれらの特徴が見られる人は、自己成長や向上心が欠如している可能性があります。一方で、成長するためには新しいチャレンジに果敢に取り組んだり、自ら学び続けたりする姿勢が重要です。自己を顧みる機会を持ち、改善点を見つけて克服することが大切です。成長するためには、挑戦を恐れずに前進し、フィードバックを受け入れる心の余裕を持つことが重要になりますね。今日よりも明日、そして明日よりも明後日、というように日々努力し、成長していきましょう。